とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、昨日やった、この怒りビルド。これでちょっと再挑戦していきたいと思います。コメントで、ボールに、雷フォーカスついてなかったよっていう風に、言われてて、確かにこれつけてなかったんですよ。これをつけてからの、無限大なものを雷の矢刷、ダメージ上がるんでしょ？ならば、これで OK だと思います。で、攻撃力を常に2倍を保ちたいので、一つエリクサーのカバンでいきます。これだったらば多分いけると思うんだよな。まあ、シタデルはクリアしたんだけども、デイリー3の火山が鬼のようにきつかったのよ。で、同じところはないんだけども、ここ、行ってみようと思います。一人で行ってくるね。よし、では、ダイナモも20まで貯めました。行きましょう。あ、ここは防御力アップも出るのか。防御アップも出るからちょうどいいかもしんない。行きます。うん。いいね。まあ、別に矢は使わないから、取らなくてもいいんだけども。行きましょう。オッケーオッケー。今ね、この、力のポーション。うわーん、素晴らしい。あ、トゲが来ると死ぬ。ちょっと待って。あー、ダメ何回ダメ何回あー、ちょっとやり直します。ちょっときつい。あの、トゲがいたら、下手にやり合わずに、逃げよう。うん、逃げれるやつだったらね。逃げれるやつだったらもう逃げよう。アレンと付き合うともうダメだわ。ほんとに。おお、なんかクリーパー多いな。おお、多い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 。とんでもねえ数だよ。あれやべ。よし。パワーポーションでダメージ上げれば。さあ、いけるね。OK。で、しかもこう防御アップ、ね、出るんで、これでもちょっとは対応していける。とんでもねえな、おい。とんでもないよ、ほんとに。じゃあ。でもね、この近接の怒りビルド、これのね、天敵は分かってんのよ。これの天敵はトゲ。そして、ついで霊気。その二つが、まあ、同時に来ない限り、大丈夫。まあ、それが同時に来たらマジでやばいんだけどね。本当に死ぬ。じゃあ、それ以外は、まあまあまあ、回復していけるんで、大丈夫でしょう。んで、キャプテンも、もちろん、倒していきます。全部倒す。ここは結構6体、居やすい場所なんで、いいでしょう。じゃあ、オッケー、一撃でいけるっしょ。一撃じゃない。でも毒ダメージで、じわじわと倒していく。もういないよね。よっしゃあ、うん、いない。じゃあ先進もう。おい、おい、おい、きついな。ああ、だいぶやり直してここまで来ました。あと一回死んでいい。あと一回死んでいいので、ボスまで行きたいですね。で、まだ変更点が1個しかないので、おそらく中央の地下にいるんじゃないかな。で、ここよ。ここ、スイッチを2箇所押さなきゃいけないんだけども、これね、狭いところで戦うと、どうしてもやられるのよ。なんで、ここは逃げることをおすすめします。これ絶対逃げた方が安全だからね。やり方が、押すでしょ。で、チェックポイントに戻る。をすぐ選択すると、敵が出てくる前に、外に逃げることができるので、これで安全にスイッチを押すことができます。これね、絶対やったがいいから。マジで、このね、あーやばい！狭い空間で、なんだろう、トゲとか、弓の時は変更とかね、そういうのが出てきたら地獄だからね。うん、なので、ここはね、絶対俺はね、逃げた方がいいと思う。どんだけ自信があっても。うん。もう
変なエンチャが来たらもう一発で終わりだからね。よし、まあとりあえず取りました。あ、そうか、鍵を取ったら湧くのか、めんどくせえな。オッケーオッケー。でも、この鍵はね、うまいことこの怒りで回収できるのでいい感じなんだよね。待て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 、防護付きのクリーパーやめろ。よしよし、防護付きはね、うまいこと逃げていってる。クリーパーの防護付きはちょっとね、付き合わない方がいい。それで俺やられたからね。よし、下に2体いてくれればいいけども、まあそれでもね、4体倒してるからそこそこの報酬は期待できると思うのよ。どうだ、いや、まあ、一応行って、キャプテン倒して、そっから逃げよう。おお、最悪、最悪。やっべ、うわあ、ちょっと卑怯な感じかと思うんだけども、もうこれしか勝つ方法がない。もう勝たせてください。もう2時間半ぐらいずっとやってるからね。もういいかな。パワーポーションと、影のブリューをここに置いて、で、ボスにダメージが入るようになってから、影化して、一発入れる。それでなんかね、ワンパンいけそうな気するんだよね。ちょっと、もうそれじゃないと厳しいです。行こう。で、怒りは痛みとダイナモ。これに変えてますけども、痛みがね、うまく機能しなかったんだよな。難しい。5回目で止めるのが。まあまあ、行ってみましょうか。OK。とりあえず、ボスにダメージが入るまで、耐えなきゃいけないんだよね。ちょっと待って。嘘！あ、そうか！そうか、装備俺変えてた！そうだった！やべえ！いや、大丈夫だ。オッケー。もう入る？あ、入る入る入る、オッケー。あーあーあー、おー、危ねえ、ダメージ、おお、入ったかと思った、怖かった。行くぞ。ああ、オッケーいけたいけた。バカ野郎、行かせてくれ、バカ野郎。もうもう最悪だ。敵が多すぎるんだって、最後の最後にさ。逃げる。あ、嘘、嘘だろ、行かせて。よっしゃー、うー。ちなみに報酬はトリック棒、そしてなんだ、反逆者でした。はい、ということで戻ってきました。ね、近接で行くのマジで難しい。ちょっと装備がね、まだちょっと厳しいんだよな。ポーションバリアが欲しい。もう何回もやり直して、もう途中変更点がナイトモードとか、敵の攻撃力が 80% アップとか、わけわからないことになってたのよ。まあ、最後の最後はね、HP130% アップになって、ボスはちょっと厳しい感じで倒したんだけども、まあ、いけました。難しかったです。はい。まあ、また、いろいろ挑戦していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。